いたいアハゴンアズサヤイビー、琉球の名家ジャハナキッパン店に来ています。琉球王朝時代国王しか食べられなかったあの伝説のスイーツ、実はこちらのジャハナキッパン店さんでいただくことができるんです。どんなスイーツなのかということをですね、このウチナーチャンネルで紹介していきたいと思います。いいよ、そうそう、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、まず、はい、ジャハナキッパン店さんについて、はい、お店のご紹介をよろしくお願いいたします。創業が130年以上でして、で私が今6代目として店を切り盛りしているのですが、キッパンっていうお菓子と冬瓜漬けという2種類のお菓子の専門店です。もともとこのお菓子が王様しか口にできなかったと言われているお菓子でして、来賓されるお客様をもてなすための16種類のデザートの中の2種類と言われています。そんなに多かったんですか。ねえ、デザートが16種類、はい、贅沢な時代でした。キッパンはですね、県産のおみかん九年穂と言われています山の奥深く生えているみかんを原材料にしてまして、あとカーブチーですとかタンカン、はい、九年穂ですね、それをブレンドしてお作りしてます、ね、すごく手間暇のかかるお菓子なので、うん、6日間かけて作られるんですよ。6日もかかるんですか。そうなんですよ、もうあの1日でポッとできるようなお菓子ではなくて、皮を剥く作業からみかんを手絞りしてジュースを取り除いて、みかん の白い部分、ふわふわした部分を餡状に練って丸めて乾燥させてっていう作業が6日間ありまして、でやっと一つのキッパンが出来上がります。あ、なるほど。冬瓜のお菓子は、うん、冬瓜とお砂糖だけのシンプルなお菓子なんですが、これも1日でできるお菓子ではなくて、2日間かけて1日冬瓜をカットして落ち着かせて、でそれから翌日にお砂糖で煮詰めていくんですけども、うん、はい、でそれがすごくこう手間暇、やはりこれも手間暇かかりますので、うちでしかも製造販売はしてないお菓子です。どのようにして、はい、一般の方まで食べられるようになっていったんですか。はい、文献によりますと、うん、明治時代以降、本当にもう砂糖がその当時貴重な材料でしたので、こう本当にもうその時代でも身分の高い方しか口にできなくて、お砂糖を本当にたっぷり使っていますので、まあ、本当にちょっとした贅沢品という位置づけで庶民の間にゆっくりゆっくり浸透していたと、はい、言われてまして、今でもこう贈答品に、うん、使われているお菓子ですね。私よく泡盛と合わせられますね。はい、泡盛以外にもこういった、うん、例えばお茶と合うよとか、はい、そうですね、どんな組み合わせ方がありますか。はい、私はよく生ハムを巻いたりとか、ちょっと塩気のある素材とすごく合うんですよ、はい、ブルーチーズとか、あとゴルゴンゾーラといったちょっと塩気の強いカビチーズを、クラッカーの上に乗せてチーズ乗せて、最後に冬瓜漬けをちょこんと乗せてあげるとワインともすごく相性がいいんですね。そんな楽しみ方がありますね。もういろいろ、やはりお茶とも合うんですが、うんうん、こういろいろなアレンジをして、うん、はい、でお客様によってはこれをスコーンに入れたりとか、パンの生地で練り込んでパンを焼いたりとか、いろいろ応用して活用いただくことは、はい、可能です。私たちの食生活に合ったアレンジ方法をしながら、はい、こう伝統のお菓子も楽しんでいただく、いいよ、そうそう、キッパンと冬瓜漬けいただきます。どうぞ。美味しそう。はい、ありがとうございます、うん、いただきます。一口食べた時に、うん、鼻からなんか数種類のみかんの香りがふわふわふわって抜けていきますね、うん、で思ってた以上に、はい、その甘さ控えめですね。そうですね、うん、これは本当に、はい、みかんと砂糖だけなんですが、苦味がちょっと強い、はい、大人のお菓子です。いや美味しい。じゃあちょっと続いては、こちら冬瓜のお菓子ですね。はい、はい、どうぞ。いいですね、ツヤがジュワッと、ジュワッと、ジュワッと、はい、いただきます。あー、なんか疲れた体に染み渡りますね。うん、美味しい、うん、薄くスライスして少しずついただくのが美味しい召し上がり方ですね、うん、こうちょっと辛口のお酒と流していただくとすごく合います。お酒が欲しいですお酒がそうですね、せっかくなので、うん、青森と合わせていきます。いいよ、そうそう。あー、
楽しみ方をご紹介します、ね。ね、はい、王様のような気持ちになって、お菓子も泡盛も味わっていただけたら、歴史のタイムスリップスとかも美味しいです。いやそうそう、小吉さんすごく美味しいです、はい、ね、美味しいですね、贅沢ですね、本当にけどなんかとってもちょっとシンプルなことで、はい、この土地で長年かけて育まれたお互い文化なので、例えばもう外の世界でいけばワインとチーズって合いますよね、はい、両方ともその特別なやっぱり相手をおもてなしするという中に、食やお酒器とか全てがやっぱり丁寧に丁寧に積み上げられて美味しくなっていくので、合うのは間違いないです。もう一個大事なことが、まあ、理論的に言うと、はい、ウイスキーにチョコレートをする感覚で、うん、高い度数の蒸留酒、まさに泡盛というのは糖分が一切入っていません。糖分が入ってないから糖分を補ってあげる、それがまず糖分好きの役割、はい、アルコール度数で言えばその高い度数の方がよりいいでしょうね。これ高い度数が刺激が強くて飲めないんじゃなくて、あと飲み方で、うん、先ほどの小さな杯、この小さい杯だから刺激とかきつさ以外の美味しさをゆっくり感じます。青森って実は600年の歴史の中で、基本的には戦争の前まではこう小さなおチョコで、ちびちび美味しさをやっぱり味わえるように進化してるんです。なので高い度数をちびちびゆっくり味わう、うん、そこに冬瓜漬けがあるというのが青森の答えなんです。なるほど。ちなみに先ほど私がいただいた泡盛は度数はどれくらいですか？43度。泡盛はゆっくり時間かけて味わう、酔うために飲むんじゃなくて、あくまでもいい時間を過ごす中に、食とお酒が丁寧に丁寧にこう折り合うというのが、重なり合うというのがいいのかなと感じています。いやそうそう、今日は素敵なお時間ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひですね、いろんな方にこちらのね、茶花吉飯店さんにお越しいただきたいので、はい、うん、最後にですね、営業時間ですとか、はい、場所のご紹介を、はいはい、お願いいたします、はい。場所はですね、国際通りから那覇高校向けに行きますと、松尾消防署通りというちょっと緩やかな坂が見えてきます。そこを上り詰めた右側にお店の方はあります。で、営業時間は、9時半から6時までで、日曜日が定休日となってますね。で、お菓子の方は予約制でございまして、予約がないとご購入できないものもありますので、ご予約をお勧めしております。作るのにね、すごくお時間がかかりますので、事前の予約をよろしくお願いいたします。はい、ご視聴一平二平でみたん、またやーたい、またやーたい、またやーさい、ま